ゴールドコーストはアフリカ西部ギニアン周辺に設けられたイギリスの植民地、黄金海岸とも表記されることもある。この地域への最初のヨーロッパ人の到来は1471年のポルトガルであった。彼らは金を産出する小王国と接触した。1482年にポルトガルは黄金海岸で最初のヨーロッパ勢の拠点となったエルミナ城を建てた。 ここで彼らは、奴隷、金、ナイフ、ビーズ、鏡、ラム酒、銃などを攻撃した。このことはすぐに、ヨーロッパに知れ渡り、イギリス、デンマーク、ドイツ、スウェーデンの攻撃者が海岸線に取り出を築いた。多量の金が採掘されたため、ヨーロッパ人によってこの地域は、黄金海岸と称されてきたが、奴隷も長年にわたって、 主要な交易品であった。英両植民地は、ポルトガル、オランダに代わり1821年に英国政府が海岸付近の土地所有権を手にして設置された。1850年にデンマーク、1872年にはオランダがすべての砦をイギリスに売却した。1896年の地図イギリスは小王国や他のアフリカ人の国家を支配していた。 内陸部のアシャンティ王国、他のヨーロッパ植民地に侵攻して徐々に支配地を広げた。イギリスにとっての主な課題はガーナの大部分を支配するアシャンティ人の平定にあった。第一次 A アシャンティ戦争ではアシャンティの主張と奴隷制への意見の食い違いで衝突した。1873年から1874年の第二次戦争でイギリスは アシャンティの首都熊手を奪った。1893年から1894年の第三次戦争はアシャンティの新たな皇帝が新しい称号を求めたことへ対して行われた。1895年から1896年の第四次戦争でアシャンティ帝国は独立を失った。ホジソン総督がアシャンティの玉座を盗もうとしたことへの1900年の アシャンティの反乱などの結果、1902年1月1日にアシャンティはイギリスの保護国とされた。1901年までに黄金海岸の全域の王国や部族がイギリス領に組み込まれ、金や他の金属、ダイヤモンド、造魚、胡椒、木材、トウモロコシ、ココアなどの様々な資源がイギリスにより積み出しされた。イギリスの入植者が整備した鉄道は、 ガーナの鉄道の基盤となった。西洋式の病院や学校も建設された。第二次世界大戦末の1945年までに黄金海岸の住民の自治要求が高まり放棄を始めた。脱植民地化の波の始まりだった。1956年までにイギリス領トーゴランド、アシャンティ保護国、ファンテ保護国が併合された。翌1957年に ゴールドコースト植民地は独立し国名をガーナ共和国と定めた。ありがとうございます。